今日はプルタブを引くと光る気球のカードを作ります。こちらのスタンプと台を使いました。白のカードストックをフレームの台で抜きます。ベラムペーパーを雲の台で大カットします。白のカードストックも抜いておきます。気球のスタンプをメメントのタキシードブラックで押しておきます。こちらは回路を貼る台紙にするので多少かすれていても問題はありません。同じ気球のスタンプをバーサマークでスタンプして、ゴールドのエンボスパウダーでエンボスしておきます。センチメントのスタンプを雲の台で大カットしたベラムペーパーにステイズオンで押しておきます。プルヒアーのスタンプをプルタブスイッチに押しておきます。ディストレスオキサイドのブロークンチャイナを使ってバックグラウンドを作っておきます。先ほど雲の台で大カットした白のカードストックをステンシル代わりに使います。ゴールドエンボスした気球のスタンプをコピックで塗っていきます。大きな鼻の部分をクラフトナイフでくり抜きます。
クラフトナイフとハサミを使って輪郭を切り取っていきます。メメントで押した方の気球に切り取った方の気球を重ねて輪郭を鉛筆でトレースします。なぞった輪郭をクラフトナイフとハサミでカットします。先ほど作ったバックグラウンドの中央部分に線を引いていきます。気球のパーツをカードストックの下の方に置き、輪郭をトレースします。次に気球を上側に動かして再度輪郭をトレースします。1.5 インチの長さのスリットを書いてカットしていきます。スリットの幅は1ミリ程度にします。表紙になる紙と台紙を重ねてスリットの位置をトレースしてカットします。スリットの上を横切るような形で回路を書き込んでいきます。電池の位置に強力な両面テープを貼ります。銅箔テープを鉛筆の回路の上に貼っていきます。まずは銅箔テープの端をスリットに差し込み、裏側に約 1.5 センチぐらい銅箔テープを貼ります。電池の場所まで来たら両面テープの剥離紙を剥がし、その上に銅箔テープを貼ります。残りの回路にも同じように銅箔テープを貼っていきます。
両面テープを貼った場所に電池を貼ります。さらに電池の上から反対側の銅箔テープを貼り付けます。電池の上からセロテープで補強をします。スイッチパーツを作ります。4分の3かける1インチの長方形のパーツを半分に折っておきます。折った山を突き合わせるようにして両面テープを貼り付けます。プルタブパーツの方に先ほどのパーツを貼り付けていきます。出来上がったパーツに銅箔テープを貼っていきます。スライドパーツとスリットの上の端を合わせて銅箔テープを貼っていきます。スライドパーツを回しながら銅箔テープを一周ぐるりと貼っていきます。もう一本の銅箔テープも同じように貼っていきます。気球のパーツの裏側にもセンターラインを引きます。気球のパーツを下側に置き、先ほどのスライドパーツを乗せて輪郭をなぞります。土台になる気球のパーツにチビトロニクスの印をつけていきます。今回は銅箔テープを表から裏までつなげて貼るためスリットを作ります。
鉛筆で回路を書き込みます。回路の上に銅箔テープを貼っていきます。スライドパーツの位置に両面テープを貼っていきます。両面テープの剥離紙を剥がして、その上に銅箔テープを貼っていきます。チビトロニクスを貼り付けていきます。今回はピンク、オレンジ、グリーンのチビトロニクスを使いました。カバーパネルの裏からスイッチパーツをスリットに差し込みます。気球のパーツをスイッチパーツに貼り付けていきます。まずは気球のパーツの銅箔テープをスイッチパーツの銅箔テープに重ねて貼っていきます。気球のパーツとスイッチパーツの間にもう1枚両面テープを貼り付けます。
回路を貼ったカードベースの周りにフォームテープを貼っていきます。スイッチパーツをカードベースのスリットに差し込みます。カバーパネルをカードベースに貼り付けていきます。もう1枚のプルタブパーツをカードベースの裏から貼り付けていきます。2枚のプルタブ同士はフォームテープで貼り付けます。表になる気球パーツの裏からトレーシングペーパーを二重にして貼り付けます。完成した気球パーツを土台になる気球パーツの上にフォームテープで貼っていきます。プルタブを引っ張ると気球が上がり、チビトロニクスがつきます。大カットした雲のパーツを貼り付けていきます。大カットしたフレームパーツを表面に貼り付けていきます。完成したパーツを水色のカードストックに貼り付けます。デュードロップを表面に貼り付けます。完成しました。プルタブを引くと気球が上がり、ライトがつきます。今回のカードはプルタブスイッチの応用編です。質問がありましたらブログやインスタグラムへどうぞ。